黒沢信彦は、日本の特農家、農業生産法人株式会社、黒沢ファーム代表取締役、山形有機農業の匠、山形県農業法人協会理事、南洋市体育協会理事、沖田真奈ナ副会メンバー。家訓である、生きている土作りと息づく稲作りを信条として、ユうずる号前の地域ブランド化に尽力している。 1958年11月16日、山形県南陽市池黒の戦国時代から500年続く農家の21代目に生まれる。山形県立大玉農業高等学校を卒業。航空自衛隊入間基地に入隊。1986年に就農。1995年、米工房南陽アスクを結成。1998年、 低温倉庫を建設。2008年、米輸出を開始。2009年、沖田、マナナ副会を結成。2017年4月1日、黒沢拓心が就納4月28日、国際認証基準やギャップアドバンスを取得。2018年6月14日、山形有機農業の匠に認定。11月8日、 全国有料経営代表賞の販売革新部門で農林水産大臣賞を受賞。ありがとうございます。